あまり知られていない飛行機で快眠するための10の裏技。飛行機の中で簡単に眠ることができる人は数少ないラッキーな方です。それもそのはず、窮屈なスペースで無理のある体勢で座り、周りは赤の他人と来ているのですから。でも実は機内で快眠できる簡単なコツがあるんですよ。火曜日のフライトやシートベルトを装着したままにすることで違いが出るってことはご存知でしたか？10. 夜はフライトにもってこいの時間。もしあなたがいつもなら寝ている時間に立つフライトで行けるなら、これに越したことはありません。出発日にはいつもより 2,3 時間早く起きると機内で早めに眠れます。また飛行場には出発の2時間くらい前には到着するようにしましょう。大きな空港から飛ぶ国際便ならもっと早く着くといいでしょう。そうすればチェックインカウンターの列に並んで待つストレスもありませんし、セキュリティチェックを通るのを急ぐこともありません。また急がなければという焦りから自分を解放してあげられる上、あなたが普段寝る前にしていることを網羅する十分な時間が確保できます。歯磨きは大丈夫です。十分時間があります。寝る前の読書は飛行機に搭乗する前にできますよ。こんな感じにあなたの体をいつもと何ら変わりのない日なのだと騙すのです。そうすれば機内の席に着くのはまるでベッドに潜り込むかのような感覚になり、快眠を得られるのです。 9. 飛ぶのにベストなのは火曜日か水曜日。あなたは満席のフライトはお好きですか？一方では赤ちゃんが泣き、もう一方ではおしゃべり好きなグループがいたりして、そういうフライトが好きですって？わかりました。それならこの項目は受け流してくださいね。そうでない方にはちょっとしたコツをお伝えしましょう。もし空席だらけのフライトがお好みでしたら、一番不人気な曜日のフライトを予約することです。それはいつも火曜日と水曜日です。場合によってはあなた一人で3席分使えちゃうかもしれませんよ。そういうフライトって最高ですよね。そこまでラッキーではないにしろ、業務員の方がうるさい乗客から離れた席に案内してくれることもあります。こんな至福の旅を金曜日や休前日の満席のフライトに期待するのはまず無理でしょう。 8. パーフェクトな座席は窓側。いつも窓側の席に座るようにしましょう。そうすれば壁に寄りかかることができますし、トイレに立つお隣さんたちに邪魔されることもありません。あなたがいつも左向きで寝ているのなら、飛行機の左側の席を取るようにします。右向きで寝ているのなら、その逆を取りましょう。ここで面白い事実をご紹介します。ブリティッシュエアウェイズとイージージェットによりますと、乗客に最も人気がある座席は 7F なのだそうです。多分これは迷信深い旅行者が縁起を担いでいるのではないでしょうかね。何よりも安全が第一ですから。でももしあなたが静かな席をご希望でしたら、飛行機の前方の席は避けた方がいいですよ。そして仕切りの壁の近くの席も同様に避けましょう。確かに座席前に広々としたスペースがあるのは魅力ですが、これらの席は大抵赤ちゃん連れの家族が予約しています。またトイレ近くの席もおすすめできません。最も落ち着ける座席は翼の横の席でしょう。これらのことを座席指定時やオンラインのチェックイン時、空港でのチェックインカウンターでご自分の希望する席を伝えるときに思い出してくださいね。 7. 座席を最大限に倒す。機内で質の高い睡眠をとりたいのであれば、座席を倒せるだけ倒してください。ただ後ろの方が大丈夫かは確認してくださいね。何時間も直角で座り続けるのは腰痛の原因になります。またトレイに頭を乗せたり、前方の席の背もたれに頭をつけて寝ると首や背骨を痛めてしまいます。またあなたの前の席に座っている方に対しても失礼です。あなたは意識していないかもしれませんが、あなたの前の席はかなり前方に押されてしまうのです。ですから脊椎への負担を最小限にするためにも、座席の角度は理想の135度にするようにしましょう。足は機内に持ち込んだ手荷物の上に置いたり、機内の備え付けの小さな枕を膝の上に置くようにしましょう。 6. 暖かく着心地のいい服を着る。もしあなたが出張で飛行機に乗り、仕事関係の方が到着先であなたを空港に出迎えてくれる時などは、最高のルックスで登場したいものですよね。
でも機内で快眠するためには天然素材で動きが妨げられないゆったりとした服を着るべきです。機内でブランケットが支給されない場合にはジャケットと暖かい靴下も持参されるといいでしょう。機内はかなり寒くなり、そうなるとなかなか寝つけません。あともう一つ大切なことがあります。絶対絶対絶対にパジャマに着替えたりしないでくださいね。パジャマはお家で着るとして、周りの人にそんな姿見せないでくださいね。到着時にプロらしく見られたいのであれば、スーツを持参し、飛行機が安全に着陸した後に着替えてください。5. 服の上からシートベルトを装着する。でもちょっと待って、前の項目で動きの妨げにならない服を着ることって言ってませんでしたっけ？シートベルトってまさに動きを妨げるものじゃありませんか？はいはい、そうですよね。あなたの声はしっかりこちらにも聞こえていますよ。では説明しましょう。あなたの服やブランケットの上からシートベルトを締めると快適な眠りの妨げにはなりますが、飛行機が乱気流にあった時にあなたはキャビンアテンダントに起こされずに済みます。これはなかなか寝つけない人だけでなく、一度目が覚めると眠れなくなってしまう人にも特に重要な点なのです。何時間も眠ろうとしていて、やっと眠れたら 1,2 時間でシートベルトを締めてるかどうかの確認で起こされてしまったなんてこと想像できます？悔しすぎですよね。4. 睡眠グッズを持参する。眠りを妨げる最大の原因は照明と騒音です。というわけで、この解決策はおのずと知れています。そう、アイマスクと耳栓です。またネックピローで筋肉をリラックスさせましょう。首は頭を上に支えているわけですから、なかなか休まらないのです。ですからネックピローを持参するのもおすすめです。もしなかったらスカーフやトレーナーを丸めて使うのもいいでしょう。ポリエステルのブランケットを支給する航空会社もありますが、もし本物の快適さ、つまり快眠を求めるのであれば、これはかなり理想からかけ離れています。長時間のフライトにはご自分のブランケットを持参しましょう。そんなにたくさん持っていけないというのであれば、ウールのスカーフなどで試してみましょう。 3. 自分の周りの香り付けをする。フレッシュで清潔な枕って気持ちいいですよね。これさえあれば大抵どんな日もすぐに寝つけるものです。寝るならやっぱりうちにある自分の枕がいいって思うのは私だけでしょうか。匂いならバニラやオレンジもいいですよね。でもハンバーガーや汗まみれの足の匂いは？絶対嫌だな。実は自分の周りの匂いはコントロールできます。いえいえ、あなたの臭いお隣さんを飛行機から追い出せと言っているわけではありませんよ。あなたの座席のヘッドレストか枕に数滴のラベンダーオイル、またはその他お好みのエッセンシャルオイルを振りかけるだけです。好きな香水をスプレーするのもいいでしょう。ただしつけすぎは禁物ですよ。ところで、もしあなたが飛行機、電車やその他の乗り物で安全な席がどこなのかを知りたければ、この動画をチェックしてくださいね。これで変わる自分の席の選び方。 2. 電子機器を片付ける。あなたの携帯やタブレット、ラップトップで映画を見ないようにしましょう。というのも、スクリーンからのブルーライトがあなたの脳を覚醒させてしまうからです。ほとんどの睡眠の専門家たちは、眠る30分前、またはできたら1時間前には全ての電子機器はシャットオフするように提唱しています。代わりに紙の本を読みましょう。そしてわざとつまらないものを選んでください。これで早く眠くなりますよ。また鳥の歌声や雨降りなどの落ち着く音を聞くのも良いでしょう。そよ風の音なんていいですよね。電子機器のスクリーンとは違い、あなたの脳を落ち着かせてくれることでしょう。 1. 食べ物と飲み物。チキンにされますか？お魚にされますか？お魚にされますか？チキンにされますか？って機内食は選択の余地が多すぎて、機内食を食べてもいいのですが、食べ過ぎてはいけません。ぐっすりと眠りたいのなら機内では食べ過ぎないに限ります。軽く健康な食事をとり、飲み物は紅茶、できればハーブティー、それか水にしましょう。コーヒーやアルコールはいけません。アルコールで落ち着けるかもしれませんが、質の高い睡眠が取れなくなります。眠っても数時間後にはだるさを感じながら目覚め、口の中も乾いてしまっているでしょう。
アルコールの摂取後の睡眠ではあまり疲れは取れません。また離陸前に空港のフードコートでエキゾチックな食事を試してみたいかもしれませんが、これも禁物です。お腹を壊さないためにも、あなたが普段から食べ慣れているものを食べるようにしてください。あなたもシェアできるコツなどありますか？コメント欄で教えてください。お待ちしています。もしこの動画が役に立ったと思われたら、評価ボタンのクリックをお忘れなく。人生はブライトサイドで。